うち2日目です、はい、佐藤君これからあのギターを持ってマンハッタンの街にぶちかましに行こうって感じですが意気込みをどうぞ。いやさっとやって一応今日目標は20度ぐらい稼いで2人でビールを飲むという目標があるん で、ね、頑張ってください。そうすったら最高ですね。それを目標に頑張りましょう頑張りましょう。
Thank you.
でした。お疲れ様です。なかなか入れてもらえないものですね、お金は。でもなんかさっき声張ってる時とかこうおおってこうみんなちょっとチロチロ見てたわ、見てたけどね。それだけでも十分。本当ですか。いや、まあ音楽は音楽ですね。音楽音楽です。ニューヨークの人はいろんな音楽を聴いて耳が肥えてますんで、あれですけど、でもまあ全然俺いいと思ったけどね。なかなかこんなあの上手い人は見ないですよ、こちらも。ありがとうございます。とんでもないです。お疲れ様でした。ありがとうございます。とんでもないです。以上、佐藤君ニューヨークでギターを弾くの巻でした。どこですか？ここは、14-6阿部ですね。はい、の、7阿部に続く駅の連絡通路の流れ、声がよく響くところで、はい。はい。はい。そうですね、そこで今、弾きました。いい時間が過ごせました。ありがとうございます。俺佐藤くん。ということで、今ワシントンスクエアパークで合流しました。合流しました。ということで、これ何もプランは、ちなみにこれからのプランは全く決まって。ないということで、そうですね、はい、なんで2人で何かしら考えて楽しい時間を過ごしたいと思います。あいにくちょっと天気が悪いですけどね、はい、頑張って2人でやと思います。それでよろしくお願いします。お願いします。やってきました。僕が2016年5月にギターを買ったギターセンターに佐藤君と来ました。これから会いてみたいと思います。どうですか？ネックがどうですか？スベスベして気持ちいいです。あ、音はすごい微妙ですね。音はすごい微妙らしいです。1300ドルするには音はすごい微妙らしいです。こっち用ですね、コード用ですね。あ、コードの方がいい感じ。しっくりきます。なるほど。お邪魔します。はい、というわけでまあいろいろとありまして、今二人でお酒を飲んでます。これが佐藤君がいただいたイーグルレア、とても美味しいです。でこれがうちにあったレッドバーボンで飲んでます。
そんなわけで、そんなわけで、そんなわけです。はい、一旦お返しします。いいですね。